どうもこんばんは。久しぶりのお風呂からの中継です。さっぱりしました。さっぱりしましたけどね、今日はお腹すいた。いいですね。やっぱり気持ちがいいです。一日の疲れを取ってくれますね。嫌なこととか全てを洗い流してくれます。皆さんはお風呂が好きですか？まあ嫌いな人はいないでしょうね。まあみんな好きでしょうね。まあでもシャワーだけで済ませる人もいてるみたいですけどね。僕はちゃんと湯船に浸からないと、お風呂に入った気分がしないんでね。湯船に浸かるんですけど、あまり肌を露出するとね、ブロックがかかっちゃうんで、今日は顔のアップだけで、おっさんのアップ見ても面白くないやろうけど、すいませんね。かといっておっさんの裸見てもおもんないやろうけどね。まあちょっと風呂場から撮ってみたかったんです。シュ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 、ああ気持ちいい。やめて寝るしかないな。もう早く寝たら途中で目が覚めるやろうな。お腹空いて、今日はね、カウンセリングの日だったんですよ。
カウンセリングの日で、ケアサービスの人が来てくれた日でね、だからといって、病状がどうなるわけでもないんですけど、思ってることとか考えてることとか、伝えてね、すっきりしました。そしてお風呂でもすっきりしました。皆さんもお風呂に入ってその日の、疲れやストレスや嫌なことを洗い流してください。そして、新たな一日を迎えましょう。それが一番です。ねえ。また明日になればいいことが起きるでしょう。だから、それを信じて、お風呂できれいさっぱり皆さん洗い流してください。嫌なことを。それではね、またね、バイバイ。またゲームアップすると思うけど、この後。しし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 、またね。